皆さんこんにちは。昨日に引き続き今日もマザーガーデンで購入した商品をお見せしたいと思います。2箱目ですね。昨日も楽しいおもちゃでしたね。あの青いライトはブルーライトじゃないっていうコメントが入ってましたね。どうだったんでしょうね。では開けてみましょう。ヘリさんみたいに長い袋が出てきましたよ。はい、多分こちらは限定のプレゼントですよね、きっとね。うん、そうだわ。じゃじゃん。なんだと思いますか。ちょっとこれ置いときましょうか。じゃじゃん。お家ですね。誰のお家でしょう。じゃあ次に出てくるもので誰のお家かわかるかな。出てきた出てきた。お散歩ができる柴犬くんを購入しました。どうしたのキキちゃん。うわ、バルーン。何してんのこんなとこで。こうファスナーで開くようになってますよ。でこちらも開くんですね。ではではスイッチオンしてみましょう。おお、さっき動いたよねバランちゃん。ねえ、何だろう。いくよ。ここを握ると動くんだね。柴犬くんにご飯をあげようね。どうぞ。かわいいね。尻尾がほら。お洋服を持ってきますね。お家にあるので。はい、です。かわいくなったね。あと早服着れましたよ。かわいいね。ちょっとかわいすぎるかしら。よしよし。こちらのワンちゃんは覚えてますか？ねえ、かわいいでしょ、このワンちゃんもね。お友達が増えてよかったね。では、次のおもちゃに行きましょうか。じゃじゃん。クリスマスの袋がついてきましたね。ねえ、嬉しいな。中がこちらのスカートで、上にコートを羽織って、で、カバンがついてます。本当のお洋服みたいです。でこの上に、わあ、ちゃんとボンボンついてますよ、ここね。あ、ここにお耳が出るようになってるんだね。今からラッテちゃんたちを呼んでいきたいと思います。こうちゃん、興味津々ね。ラッテちゃんとうさみみちゃん、こんにちは。では、お洋服を着てもらいましょうか。これだけでもかわいいね。クマさんになっちゃった。ラッテちゃんもお着替えしようね。ラッテちゃんの下着。ラッテちゃんよくお似合いで、とっても可愛いです。
ですよ。今日はこの辺でバイバーイ。明日はね、ちょっと大きめのおもちゃを紹介したいと思います。